キシコ大会以来24年ぶりのオリンピック出場を目指す白のユニフォームの日本、立ち上がり動きに硬さが見られ、中国の高さを生かした攻めにピンチの連続です。守りを固めて早いカウンター攻撃でゴールを狙う日本、10分過ぎからようやくリズムをつかみます。前半19分、日本のコーナーキック、こぼれ球を原田が思い切りのいいロングシュート、日本が先手を取ります。前回のソウル大会に続いて2回連続のオリンピック出場を狙う中国は、前半38分、194センチの長身サイセイが頭で押し込み同点、前半は1対1で折り返します。サイドの変わった後半6分、再び長身のサイセイから最後は張軍、中国の高さに日本は2対1と逆転を許してしまいます。リードされてからも攻め手を欠いた日本は、初戦を白星で飾ることができず、オリンピック出場に向けて苦しいスタートとなりました。24年ぶりのオリンピック出場を目指す赤の日本は、守り重視の初戦のメンバーを一部入れ替え、攻撃に厚みを持たせる布陣で臨みました。立ち上がりからリズムを使います。前半39分、日本はゴール前で絶好のチャンス、キャプテン沢登りのシュートは惜しくも外れます。初戦の韓国戦に引き分けているクエと単調な攻めを繰り返していましたが、徐々にペースをつかみ日本のゴールに迫ります。0対0のまま迎えた後半12分、日本はコーナーキックを得ます。ディフェンスの小村、日本が先制します。沢登りから小村、ドンピシャリのタイミングでした。さあ沢登り、10メーターから20メーター前方へスルーしました。さあ長山左でシュート、キーパーセンディング、長井くんですね。長井くんですね。よくキーパーセーブしました。サードの陣野がいます。そして11番三浦、フリーになった、打った決まった、日本先制1対0、三浦強烈なシュート、日本1点を先制。手元の時計は41分前半、まあ、今のは三浦君の個人技ですね、相手を背中にしときながらですね、くるっと振り向いた状態からの得点ですね。もう一回見ましょう。これは左サイドから出たのは奈良橋からですね。奈良橋君ですね。ここで、はい、ですね、非常にいいプレーだったですね。強烈な右シュート、見事でした。このマレーシアの放送局の作る国際映像をもう一回見せてくれます。このね、トラッピングの処理の仕方、何かヒールで相手をこう、インサイドでですね、ディフェンダーから前、17番が原田、サイドチェンジ、キャプテンのサードボリー、向こう側フリーでいました、奈良橋シュート、よし見事なシュートでした。那覇市、これも個人で抜いていきましたね。そうですね、個人技でした。ですから、ユースのチームですね、はい、90年でこのバーレンを3対1で破った、はい、その戦い方がですね、蘇ってきたと。1対1でここで抜いてですね、はい、得点に結びつけるというね、これもすごいシュートでした。もう一回言いましょう。これゴールに直進ですね。そして縦へ抜くと見せて横へですね、右側へ入り込んで、はい、右足シュート。そして下がね、非常にスリッピーなグラウンドですから。15分、走っていった8番長井、カットした、陣野は1人抜いた、
10メーターから20メーター、30メーター突破、3人目、ダメ。PK ですよ。ファールを取られました。バーレーン、2番のキャプテンのムハマド・アバスのサード守りです。三浦です。決まりました。こういうね、戦い方が大切なんですよ、はいはい。相手を突き放してしまうというね、本当に貴重な3点目ですね、これは。日本3点目、3対0。41分、43分、45分。もう。でしょうか。あるいは10番のキャプテン、沢登りでしょうか。後ろに流した。飛び込んでいった原田。しかしこれ、松本さん。あったー予選でーす。今はね、バーレンのトリック。バックスがね、はい、オフサイドトラップをかけようと思って、上がった瞬間、三浦君がその逆をついて、実にいいタイミングで出ましたね。オフサイドだった、てっきりそう思いまして、いやいや、いいタイミングで出ましたよ。さっとオフサイドトラップをくぐるようにして、三浦、カットトリックですね。カットトリックですね、3点目。三浦君にとっても、この国際ゲームですね、ましてオリンピックの予選で、1試合3得点、ここですね、ちょうどバックスの逆を取って、フォーバックシステムのちょうど裏をつきました。はい、ゲーム運びを見ますとね、相当余裕を持ってゲームをですね、はい、行っていると、まだまだ失敗サイドから全体リーグ飛び込む見事だ。なんとなんと5点を取りました。ヘッディング、最後は陣のセンタリングは7番奈良橋から飛び込んでいったセンターフォワード陣の、この大会初得点陣の。これで陣の君もですね、次の韓国戦にぐっとですね、調子を上げてもらったらいいですね。気分良くなりますよ、これは。ここまで2試合とも動きの悪かった陣の。しかし今日この7番の奈良橋君がいいですね。いいですね。もうドンピシャというタイミングですね。もうね、まさに練習でやったことがそのまま出てと、はい、いうようなですね、見事なプレーですね。左サイドから奈良橋センタリング。得意の左足。奈良橋君、飛び込んでったスピードを誇る長身陣の180センチ、左側でチャンスを作り、も左も19番カリルが蹴ります。危ない、あ1点を返しました。バーレーン5対1、決めたのは6番アブドラ、ヘディングシュート、甘さがあると。この後12番のアーメドから6番、そうですね、これだけ3アブドラへ、はい、バックスが戻っときながら蹴ってない、はい、19番カリルから12番アメド、ちょーんとゴール前に流して、ゴールキーパー下川逆を取られました。止まってませんね、はい、っていうのはスタミナ戦っていうもののゲームじゃないですね。そうですね、日本が余裕持ってゲームを1つ、はい、リードが抜けた、1対1になった、6点目だ、6点目だ、6点目、決めたかったこの長井に6点目が入りました。ゴールキーパーと1対1になって、あ、これが日本人学校のですね、こちらに住んでいる、はい、インターナショナルカレッジの生徒さんたちです。今日ね、11時もう過ぎてますのにね、はい、日本のチーム応援してくれてる。しかしどうですか、三浦が3点で、神野が1点で、奈良橋が1点で、待望のこの人に欲しいという先ほど話しましたが、長い1点出ましたね。でもう一つやはりね、僕はこれ貴重な1点だっていうのはね、はい、1点取られてから取り返したっていうね。なるほど、これがね、非常に戦いっていうものはですね、取られたら取り返す、このあたりなかなか冷静でしたね、国士舘大学3年生。気持ちいいでしょ、まあ、国際ゲームでこういう